ボンジョルノー、あっちゃんです。今日は2月23日金曜日、ね、今日祝日やね。天皇誕生日か。こんなとこに休みあったんかな。ということでね、天皇誕生日やっちゃうには関係ないけど。てか祝日ももう YouTuber だとそんな関係ないけどね。逆にロケ行かない出て行かない。日祝はね、土日祝は出かける、あんまり出かけない。テープが離れた。ビリ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 、ポンプの速さが変わったね。155-81-63、ちょっと高いかね。やらなあかんことやらなあかんねんけどもね、やらなあかんことって言うのってね、なんかこうやろうとやる気が出えへんのよね。やりたいことはすぐやる気が出んねんけど、やらなあかんことってやらなあかんイコールやりたくないってことやからね、人間ってね。だからその言葉のね持っていきようで、それをやらないといけないんじゃなくてやりたいに変えるとできるんかなと思ったりもするけどね。まあでもね、ちょっとね、ほんまにやらんなんことやらんなんて思うから本当に億劫になるよね。ってさ、なんかやりたくないこと、仕事でね、仕事で、長距離移動、まあね、奈良から東京に行くとか仕事で行くねん。億劫になって行きたくなくなるやん。でも逆に大好きな人に会いに行くねんって言ったら早く行きたいでしょ。それと一緒でやっぱりね、大好きな人に会いたいって言ったら1日でも1秒でも早く会いたい。でも仕事先のクレーマーとか、クレーム処理とか大嫌いな人に会わなあかんねんってなったら会いに行きたいじゃないでしょ。でもすることって一緒なんよね。そう思ったら考え方一つで、なんかこう行動って変わるんやろうなって思うんだけどね。でもそれができへんのが人間やけど、まあいろいろね、やりたいこともある、でもやらなこともある。じゃあどっちを優先するのって、本物はやらなあかんこと先やらなあかんのね。やりたいことって一斉もできる。
ああって感じ。ね、しんどいね。なんかだるいよね。いろいろとだるいよね。と高いけど。やらないことか難しいね。人間ね、こうやって頭が回ってないね。やべっとなるもんね。でもね、やれることをやっていくしかないんで、うん、人生ね、いろいろあるけど、哲学になるんやけど、ほんまに人間って何のために生きてんやろね。ほんまに人生っていいことだらけじゃないやん。嫌なことの方が多かったりもするけどね。でもトータルしていい人生って思えるのが一番ええねんけど、あーちゃんでもね、いろんないい人と会えたし、こんないい出会いのある人生なかなか。ただでも早くにして大切な人を失ったっていう経験をね、何度かしていると本当に何のために生きてるのかなと思うけど、でもまたいい人と出会える、それが人生なのかもわからんし、本当に難しい、何とも言えへんけど、ね、何が正しいのか、何が幸せなのか、それは死ぬ時に決まるんだよね。だからちゃん死ぬために生きる、人生って死ぬために生きるっていう答えが一番しっくりいくんかなって思ってしまうって思ったら、何のために生きてんのやろねでもまあ今は、おきちゃんが産んでくれた大切な子供と楽しく生きる、一番なんやろうな。この中でもやっぱり子供とね、いい争いもあるし、意見の違いもあるし、いろんなことあるけどね。まあそれはそれで、でも楽しい人生を送れたらそれでいいんちゃうかなと思うね。まあ、嫌なこと、辛いこと、いっぱいあるけど、大切な家族と、大切な人、大切な視聴者さん、いい人に囲まれて生きている人生と、辛いものと、こう、天秤にかけても、あっちゃんはいい人生を送ってるなと思えてる。みんなありがとう。ということで、今日のあっちゃんのソウルタイムこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。ありがとうっていう言葉でね。